近いよ。じゃんじゃん。じゅうちゃんこれ知ってますか？知ってます。もうリンゴルフでは有名なガーミンですね。正解です、はい、じゅうちゃん初ガーミンになりました。そうですね。いつも見てて、いいな、どんななのかなっていうのは感想としてはあって、使ってみたいなっていうのはありました。やっと私の出番が、そう、私の出番来ましたよ。今日はね、これを見ながらラウンドね、はいはい、で私はですね、これプラス見えてる、すごい、これこれセンサー、センサークラブ全部14本にこれセンサーついてます。これが S60 っていう機械なの、はい、でこれは CT10 という機械なの、うんうんうん、今日この S60 プラス CT10 で私はプレイします。純ちゃんの場合は1回とか入れなきゃいけないね。なるほどね。ナンバーアイアンとか、うんうんうん、でも私はもう歩いてるだけ全部入っていく、これと連動しちゃうから、はいはいはい、これが何番ですよっていうセンサーなのってね。そう、あで、まあ、他にもたくさん魅力があるんですが、そのことはラウンドしながらお伝えします、うん、とりあえずあの S60 と CT10 を連動させなきゃいけないんで、はい、それをやりたいと思います、はいはい、ガーミンの鈴木さんに一緒にこう連動の仕方をね、教えてもらいたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まず真ん中のメニューボタンを押します、ね、真ん中のメニューを押します、はい、で一番下の設定を選択します。センサーを選びます。センサー、はい、でクラブセンサー、はい、でセンサー追加で、ここでセンサーを出します、はいはい、で接続開始、ドライバー、はい、そうです。で、ペアリング完了しました、はい、これを1本ずつやります。おー、これ家でやればいいですね、はい、実際はもう家でやってくればいいですね。そうです。ポイントはこう上に向けるとかあるんですか？ポイントはですね、このセンサーが明るい状態になると起動になるので。明るい、はい、中に入ってる状態と暗いので、あースリープ状態なんですね。あ、わかりました、はい、なのでペアリングするときは1本じゃないと。1本ずつ、はい、3番ウッド。別のクラブセンサーとペアリングハテナってなってるんですけど、こっち OK、はい、そうです。そうすると設定に戻らなくて済む。あ、すぐ出てきましたよ、はい、で最後のパター同期しますが、パターはあらかじめ入ってないので、皆さんのパソコンなのでね、ちゃんと入れてください。未登録の8番アイアンがあったんで再度やってます。 OK、できました、14本。はい、お待たせ、じゅんちゃん、お願いします。安全、お願いします。おお、ナイス。見て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 、どう？あ、出た出た。あ、やっぱ違うね、出ないもん。ほら、ドライバーですか、サンバウトですか、はい、行こう。あ、出た。しないけど、うん、ブーって言って、あ、言いました、言った、持ったら基盤やんって出た、ブーって言う。すごいね、純ちゃん、うん、スコアも、うん、いつもあのクラブ書いてもらっていいじゃん。そう、メモしてるんですよ。いりません。イエーイ、これでそのまま提出、提出、提出。男の人好きそうだよ。好きそう、メカっぽい感じ、うん、自分が、うんうんうん、うまい。今なんか今の手首の形 見といてほしい。持ってって持ってたでしょ、うん、あ、なくなってる、出てない、レッジが出てない。大丈夫大丈夫、今は慣れだから。ナイス、完璧です。そこですね、ポージ飛んでるよ。すごい、なんか太陽の下でも見やすいね。確かに反射がないよね、うん、字のすごい見やすいです。なんかそういう表示にしてあるんだって。じゃあ、あ、そうなんだ、うん、太陽でも見れるように。そうそう、なるほど。じゅんちゃん、私のはセンサーついてるから、はい、うんうん、クラブを持つと、あ、ピッチングウェッジ、ほら、2つ持ったのを表示されるの、すごい、自動です。
それはすごいね。自動。自動です。手動。私は手動です。手動です。ピンが手前なので手前をタップします。83ヤードぐらいかな。83ヤードぐらい。ピン手前さんです。はい、あー嘘、ちょっと手前で手前で、あ、ダメダメダメ。私のは S60 なんですけど、あの時計型ですごいコンパクトね、なんか気にならないです。あまり気にならないです。これでやるのって結構そのポケットから出してみてしまってクラブ拾ってとか言ってやらなきゃいけなくて作業が増えるんですけど、これだとこう歩きながらこう何ヤードぐらいだなっていうのが分かるので、すごい分かりやすくて使いやすいです。ガーミン S60 です。私のは、うん、パターも入れなくていい。すごい。前はパターはすげえ。パターは数えなきゃいけない、あ、入れなきゃいけない。入れてる入れてる。もうね、何にもいい。何も手ぶら。手ぶら？もうアクセンサーさえ前の日につけとけば、うん、もう今日のラウンドは普通に楽しく。結構ね、多分慣れたら超便利。そうだね。慣れるまでちょっとぎこちないけど。そうね、忘れちゃうしね。そう。パター出ました。ここにもピーって書いてある。パター持ってる証拠ね。距離がすごく正確に出ます。 Q と P 持ってきました。で、高低差結構あるんでここ押すと出てきました。101 P ですね。今反応しなかったからね。 OK! 強気で半玉。うまい。やっぱね、強気よ。ナイス。じゃあ、純ちゃん、はい、ラウンド終了しますが、お疲れ様でした。なんとですね、ラウンド終了後に同期します、うん、携帯に、ね、あのガーミンコネクトってアプリがあって、はい、そうするとスコアがね、ここに、まあ、同期が終わった後ですね、こういうふうにスコアが見れます。この画面のこのパー4、これ押すと、私がさ、今日打ったさ、あー、こっからこう、そう、ドライバーで打ちました。8番アンで132ヤード打ちました。スーパットです。へえー、すごい。これも飛距離も出てる、204ヤードで、おお、セカンドショット148ヤードぐらい打ってみたいな、はいはい、自分の打った番手も見れます。今回、うん、私はこの T20 をこのアイアンにつけて、うん、ラウンドしたんですけれども、これね、10回打つとね、6番やん10回打ったりすると、うん、出てくる。だいたい6番で、あなたは50ぐらい伸びますよ、ね、今までの、そう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 、今までの統計してね、で、うん、これぐらいいきますよ、うん、そういうね、自分を知れる、もっと詳しく。いいね。なんかね、いつもなんとなくだもんね。そう。それが今まで実際どれぐらい飛んだか、うん、ここでカウントされて、そうそうそう、平均値を出してくれて、いつもこんぐらい飛んでますよとしてくれるのね、うん、もちろん純ちゃんのね、うん、これだけでね、ガーミンの S60 だけでもう十分、うん、そうだね、もう十分こうやってポン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 入れてって、うん、自分知れるじゃん、うん、これでも距離わかるしね、うん、そうそう、うん、なんならそう、距離もわかるし、アイアンも入れてってさ、うん、あの軌跡も全部見れる、うん、でもさらに詳しくより自己分析をして数字でゴルフをするんだみたいな、うんうん、150って言われたらもうこれを抜いて、うん、これ通りにこう打つみたいな、うん、かえって自分の、あ、これパーオニズがこうだったとか知りたい方はおすすめです。そうですね、はい、ちょっとやっぱ私もつけてやってみたいです、ね、だよ、うん、超楽だよ、慣れたら全然。パフォーマンス統計っていう新しい機能なんですけど、はい、まあ概要ですね、大まかなショットの概要、ドライブ平均と比べてどれだけ自分が飛ばせたか、アプローチ失敗とかっていうのと、リカバリーとか、あとランキングですね、全体的なランキングとハンディキャップ。めっちゃなんかドライバーとパターは高いです。コネクションっていうのは友達とこう連携して自分の順位がどれくらいかなっていうランキングです。CT10 を
つけとくとこれも見れる。はい、S60 でも見れる。見れるんですけど、アプローチチップパッドっていうのは CT10 をつけていた方がドラマさん。パッドは必ず CT10 ないとダメです。なるほど。まあ、この全てのクラブっていうところを選ぶと、例えばじゃあ5番ウッドでどの辺にいたとか、こういうのが見れます。ドライブ、アプローチ、チップ、パッド、これ画面ですね。すごい。ショート、ミディアム、ロング。はい、ありがとうございます。すごい細かく ね見れるんですね。使いこなしたらすごいですね。そう、 CT10 しかできない。できないんですね。はい、できるけどここまで詳しくは見れません。うん、CTG をつけない。うん、じゃあ以上、はい。今日の動画は以上になります。はい、どうでしたか？楽しかった。普通に。うん、距離もすごい分かりながら打てたんで、なんていうか楽。やっぱ分かると。いつも不安になりながら、まあいっかっていう感じで打てるから。かばいてくれるのが早いし。そうそうそう。でも今日何ヤードっていうか、自分で確認もできて、これだとね、疲れた、私も疲れちゃうから。すごい分かりやすかった。歩きながら確認できるし、うん、よかった。純ちゃんもガーミン使いこなしたの。いや、欲しい。ぜひ皆さん、なんか歩いた歩数とかも出るから。そうだよ、日常生活で使えるからね。メールも見れるしね。 LINE も見れる。 LINE も見れるし、 Facebook もさっき通知来てたから。通知来てるし、便利です。ね、かっこいいよね。皆さんガーミンチェックしてみてください。概要欄にリンク貼っておきまーす。皆さんご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。